お芋の芯がなんか知らんけど知らんのこのなおいそこは歌うたいとしてうっせえうっせえうっせえわ西成金ちゃんのわっしょい TV です。寒いわ。あいつはなんかおるな。あれネノシンですわ。ネノシン、うん、ネノシンじゃない。うん、シンガーで弾き語り雇る子です。結構有名な子です。あれやな、満州とかと一緒になんかやってるやつちゃう。そうです、そうです、そうです、うん、はい、ちょっとドッキリかましましょう。あ、いいよいいよ、マーさん、やったら、はい、どんどんどん、はい、お芋の芯がなんか知らんけど知らんのこれらお前のなんか連絡あったんかよこれらうちとこ。えおいすいません、おいちちこんにちは。おいおいすいません、ねえお前しょうもないの、どっから来とんじゃこれら。大阪っす。え、お大阪っす。大阪だったらない。ネロシン君やろなあ、なあ、ネロシン君やろ。やめろよお前。わあ、ごめんごめん。お前くらひなた。聞いてない聞いてない。また仕込んだなお前。もう怖すぎやろ。あれあれあれやな。ちょっと待って。あれやろ。もう YouTube でなんかあの見たことあったから怖い人って思ってて。ような。ちょっと待って。三角公園とかで歌ってない。あれま満州とも歌ってない。おいそいつ俺見てんねや。見てんねや。やめてよ。最初誰かほんまに知らんかったよこの子は。ヘルメットかぶって蹴ったやつ女思うとってん、はい、ほんま知らんかって、はい、ほんで歌うまぁ思うてこいつ歌うまぁ思うてでそれからなんかネノシン言うのを聞いて、はい、ほんで全然話入ってこないわ。そやろ聞いたらこやこらお前ほんで首もげるかもだもんあれ。ほんでなほんで歌うまぁ思うて、はい、南でも歌ってるやろ。それはありがとうございます。見てるやろ俺、はい、嬉しい。そうやねほんでめっちゃ歌うまい思うてまあ、俺ほどでもないな思ってんけど。そうなんすか。おい、なんか言えよおい。ずっと若い。それでは歌っていただきましょう。いいよ。なんかでも歌うで俺。いや、うわぁ、やばいな。びっくりしたわ、ほんまに。途中カメラ撮ってるから、なんかそういうのかなって思ったんですよ。うん。ほんならもう。いや、そういうのっていうか、絶対ドッキリやって思う。俺は信じなかったん。いやいや、ほんまに知らん。俺は、うちのこの芸能の社長と、うん、ちょっと、ロング取れてないから、うん、なんか取りましょうよって言ったから、はいはい、で俺昼間あんまりこううろちょろせえへんねん、はい、でまあとりあえずちょっとブラブラしようか言うてその辺適当に取っとってん。ほんだらたまたまおったからほんで勝手に割り込んだってごめんさっき成屋行ってたんですよ。成屋で撮影させてもらってで、あの飲食代が歌ったらタダになるんじゃないかっていう企画をちょっとやってるんですけどやばいね、もうこんなんもうどついたあたりで勝ちやんこれ。いやでもこれでも最悪なバーン行ったやんか、はい、もし喧嘩なったら喧嘩なったらしゃあないかなと思っとってんやん。しゃあないなと思っとってんけど絶対ないわほんまもいやせやけど僕が手出すってこと。うん、そうそう絶対ないでも分かれへんやん。誰も手出さへんねん。いやいや歌いながら文句を言う。そうそうそうそこは歌うたいとしてうっせえうっせえうっせえわおいそんなんやねん。もう怖かったわもうそうそうですよ。ほんまにほんまにちょうどあの向こうのあの線路沿いあれ撮って、うん、パッと見たら誰かおる誰かおるって言ってジョーの動画で俺見させていただいたことあります。ありがとうございます。そうやそうやろめっちゃそうやわ、うん、日向それ知っとったんちゃうんか。いやだから僕はその金ちゃんのことは知ってますよ。ああただそのしんくんと金ちゃんつながってないんで。いや全くな。なんかあなんかさっき連絡入れといた方が良かったなってめっちゃ反省してて。いやでももし連絡くれてたらもっと気の利いたことできたのに。もうちょっとハードなやつ。いやもう十分ハードやわ。もうそやん。もううどんのど通らへんわ。じゃあ俺な。ね、今見て、なんか言わしたら思って、わざわざこれ買ってんやんか。はい、でこれ買って壁にボカンって言ってたら、ほんまに、ほんまにそれ考えてこれ買うたん。なほんまに。人間に当たらないだけ。ちょっと待って。これもほんだ金ちゃんの方の動画で上がる。上がる上がる。うん、あいや、開けていい開けていい。いや、全然いい。全然いいんすけど。今さら許可取るけど、はい、開けていい。全然大丈夫ですよ。ぜひこっちでちょっと。はい、全然。大丈夫ですかこれ。金ちゃんね、金ちゃんのチャンネルをあの、紹介してください。あ、よかったら、ね、あ、ほんまですね。はい、西成金ちゃんのマッシュ TV。もしちょっとネノシン、え、芋のシンやった。ネノシンです。ネノシン。え、なんなんすか芋のシンって。いや、僕芋のシンって言ったところで知ってるやんと思いました。やめんかったけど。俺怖すぎて何言ってるか分からへんかった。でも途中で名神経やったもんな。
やっぱりそりゃそうですわ。これ何の打ち合わせもなくやったらおもろいな。ほんまに喧嘩なるか、こうやってビビってくれるかやねんけど。いや喧嘩なりませんわそんな。いやでもおもろかったわ。俺は良かったよ。やばいな。だってリアルな顔見れたら思えへん。ちょっと日向ちょっとうまいことやっといて。俺のちょっと情けない顔多分出てると思うから。まあまあちょっと目こら最初ピコピコピコみたいな。ちょっとモザイクかけてて俺の顔。あ、じゃあうどんな、せっかくやからいただいていいっすか。どん兵衛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 かい。まあまあゆっくり食べてよ。いただきます。うわこっつ、これはだから普通に紹介すなんして食べて、そう、ね、歌う予定やったんですけど、はい、まああのちょうどよかったんちゃう、お茶投げるつもりのお茶。ありがとうございます。投げるつもりのお茶やったけど。いただきます。まあまあゆっくりと、俺らはもうちょっと適当にどこか行ってきます。あ、ほんまですか。え、じゃあまた金ちゃん、はい、よかったらインタビューとかまた、あ、いいよいいよ、貸してもらっていいですか。あ、いいよ、せっかくなんで。じゃあ食べた後にね、ぜひこのまま、うん、いけるんですか。金ちゃんの時間が良ければ、うん、ちょっとそこでマスターペーションだけしてきていいよ、これ。あ、全然 OK です。久々に若い子の触れたから、なんか、はいはい、ムラっとしてるから。あ、オッケーです、オッケーです、うん、こっちはむしろ構えずみたいな顔してるけど。あ、じゃあその動画素材渡しといて。そこまで、下の瀬山でできるかい。もう分かってても怖いで、はい、もういい人やからな、いい人やから、ちゃんと来てな、このお店。とりあえずね、僕、西成金ちゃんのワッショイ TV ってやってます、うん、ネロシン君を、うん、ほんま知らんかってんけど、ちょっと前に知ってずっと動画ほんまに見てるんで。動画見て、ありがとうございます。最後に1曲だけ歌わせてくれた。九州かどっか行って警察がほんな1曲だけなみたいな。はい、それもちゃんと見てる。あ、そうや、そう、見てんね、見てんね俺。じゃあ なんかここで歌っとかんでいいかな。いや、そうですね、せっかくなんで、だから金ちゃんのマシュー TV も撮ってるんで、うん、おい、なんか1曲、ね、かなんかワンコーラスだけでもでもええし、それかうどん食うたって隣あるやん、隣、はい、うちの嫁屋の店やねん、はい、暖かいからそっちで歌ってもうてもええし、そっちの方がいいですな。乗っちゃでも、あ、OK です。やきめや、おい、怖い、やきめや、おい、歌います。はい、じゃあ歌います。怖いわ、怖いわ。なんかギターのチューニングおかしなったわ今まで。これなあ、もっとな、してるやつだと勝手にチューニング回したのね。やめてください、もうやめてください、もうそれは。これめっちゃええギターなんで。ええギターな、はい、ちょうどヴィンテージギターちょうどよ。ダメです。まあ、もっと買ってきた。これもう一応もう4000万円ぐらいするんで。これダメ。危ないな。頼むわ、少なすぎやな。俺もヘルメットかどっかしてるから。じゃあ何歌いましょうかね。いや、なんかなんか、じゃあどうしようかな。なんか何歌おうかな。あ、じゃあストーリーという曲を歌っていいですか。うん、オッケーです。じゃあ人との出会い、つながりに、うん、こう僕は救われたんで、はい、それを、たくさんの人に届けたいと思ってる、はい、だけど、はい、じゃあストーリーを聞いてください。はいよ。うまい。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。お聞きください。ということでね、本日もありがとうございました。わっしゃい。わっしゃい。嘘嘘、歌ってる。ごめん、ごめん、邪魔した。てってれーよ、これもてってれーよ。関西人の悪い。ほんまにやばい。黙って聞いとこわ。じゃあちょっともう、はい、ね、藤岡さん聞いてください。はい、関係あれ、それ銀行さんやし。ちょっとびっくりしとるわ。うまいこと生きてる人が死ぬほど羨ましい。それでも歌うこれやわ。できるなら、もしもできるなら、その人になりたかった。努力の方向なんてずっとわからねえのな。がむしゃらに頑張ってれば誰かきっと見つけてくれる。ずっと信じてただ待ってた。でももう待つのは嫌なんだ。一歩踏み出せば君と出会えた。だからまた生きてこうと思えた。僕との出会いもそうなってほしいよ。大切なこの歌を君へ歌い続ける。ずっとうまいわ、ほんまに。これからは一緒に作っていく僕らのストーリー。ありがとうございます。これ生で聞いてやばいな俺これな、はい、今シラフやん、はい、な
だから大丈夫やけど、あのね、俺結構感情深いから、はい、怒る笑う泣く激しいのよ、はい、で生き坊主さんっておんのよ、はい、あの彼も声が良くて、はい、俺の目の前ちょいちょい歌うのよ、はい、酒飲んでる時もうあかん、いつも泣いてまうのよ、見てババア泣いてんじゃんすごい、このババアもよう泣くんよ、ほんまですか、でほんで俺も よかったですか歌、嬉しいな、俺も結構ほんま酒飲んだらすぐこう感情あれなと思うで、はい、涙出んねや、はい、だから酒飲んでる時君と会いたくない、ああじゃあ酒飲んでる時にも会いましょう、ほんまに泣いてまうねん、だ僕も会いたくないです、酒飲んでるあの暴れるで俺怖いから会いたくない、いやめっちゃうまいなやっぱり歌、 ありがとうございます、いやていうかでもほんまにうまい、な歌手、僕歌手です、ね、まあ、はい、まあ、でしょうねやな、はい、でもほんまにびっくりするぐらいうまい、嬉しいっすわ、もう心斎橋にね、仕事全部辞めて、でもうホームレスになってギター一本でもう投げ銭だけで生きていけるかっていうのを挑戦したんですよ、でそっから僕の人生変わったんで、それでまあ日本一周したりとか、でもこんだけうまかったら普通に投げ銭飛んでくるんじゃん、俺例えばほんま根野慎君のこと全く分からへんかって、うん、まあ、心斎橋でもまあその九州でもええやんか、うん、行っとっておったら、まあまあそう、俺金持ちちゃうからさ、絶対こう普通に歌ってるやつおるやん、うん、だから俺ほんと砂利線バラバラやんか、400、500円バラバラやんか、うん、だけど自分らだと普通に 2,3 円入れてると思う、俺は嬉しいわ、いや入れれへん、はい、普通入れへん、ありがとうございます、いやでもそれで日本一周ができたんで、投げ銭だけで1回で投げ銭取るぐらい集まる、いやーでもピンキリっすね、少なくてほんまに少ない、僕が少ない時で3000円とかもありましたね、多い時は、多い時はもうなあよなぁって言ってやばいじゃん、まあまあ言ってんねや、もうピー入ると思いますけど、あそう、はぁ、じゃあ今のとこピー入れとって、えぐいやん、今のとこピーお願いします、俺もずれていけや、本当にもう投げ銭減りそう、じゃあなんか歌ってくださいね、あの一緒に路上ライブして、うんうんいやでも、なんか歌ってる動画も見ましたもん、あの西成でそれこそ恵子さんと、まあ、あのバカがな、うん、俺あれ知らんやってんか、見たそのあいつ無理くるマイク渡して歌えようから歌ってんけど、金ちゃんの歌聞いてみたい、でもあれ意外とさみんな見とって、はい、俺のチャンネルでコメントで全然ちゃう動画やね、はい、ちゃう動画やのに歌ってくださいとか、あーでも僕がギター弾いて、そうで、ね、金ちゃんの歌って、あで僕がそれにハモリを入れて、いいね、じゃあ後でじゃあ後で後で後で、ぜひお願いします、まあ、いやいやそのじゃあうどんはいいただきます、どん兵衛のほうまいのにこんなんご飯食わない、何言ってんの、絶対どん兵衛のほうまいじゃん、今日の企画思い出した、そうや、これ歌ったらこの飲食代がタダになるんかっていうのに、あこれどうでしたか、今マイナス5万円出せこらおい兄ちゃん出せこら、もう怖いって、出せこら、もう大失敗この企画ボツボツ、いやもう二度とやりません、この企画はやって、うまかったからでも、はい、ほんまにうまい、だから俺これうどんはもう頼んでいいよ、うわそらそうやそらそうや、じゃ俺なんならおごっとくよ、はい、うわマジですか、はい、うわえ来るだせこのバカ、怖いって、いやほんまでもうまいもん、いやこれが普通やったら俺全然うまいなで終わるやんか、はい、でもほんまにうまいと思うもん俺、美味しいっすね、だからほんまに出せこのババア、ほんまにうまいよね歌、怖い、じゃあこの後、うん、じゃあ金ちゃんちょっとインタビューと、うん、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ワッシュ TV の皆さん、何これ、怖い怖い、もうありがとうございます、ちょっと一個言っていい、うん、今の衝撃でこう来たの怖い、これ絶対嘘やん、どこ行ったの、なんか飛んでいった俺とね、なんか動画撮るのか、なんか絶対なんか笑いの神1個降りてくる、うん、降りてきた、これ笑いの神1個なくなったそれどれにできるの、ちょっと探しますわ、頼そう、はい、ありがとうございました、はい、はい、そうです、ありがとうございます、びっくりじゃん、ちょっとせっかくじゃあいただきます、はい、もう淡路屋さんのうどんめちゃくちゃうまいっすわ、ほんまにもううますぎて、もうねもう粉末状にしても鼻から吸いたいです、やばい隣が、うん、いやほんまにうまいっすこれ、柚子効いてるんですね、でこのカスっていうかホルモン、これがめちゃめちゃ大きい、だってこれ普通やったらもっとこう細かいやつが入ってるじゃないですか、普通のカス丼で、これめちゃくちゃうまいっすね、このお揚げ入ってるの初めて食べるんですよね、これ珍しいっすよね、めちゃくちゃ美味しい、このだし、これにだし吸わして、で、うん、これを持つと、これうどんを
最高です。ごちそうになります。さん、チャンネル登録よろしくお願いします。